ちゃいいよね。どうもこんにちは、今回はですねビーパルの付録のチャムス焚き火台、こちらをですね手に入れました。とりあえずね2個買ってみたんですが、やっぱねちっちゃい。焚き火台として使うのはね、まあもちろん使えるんですけども、まあ、おそらくですね今までの僕の経験から言って1回使ったらもう使わなくなっちゃうだろうなと思います。まあどうすればね有効活用できるかなんですけど、まあ、この中にね多分大きさ的にライトを入れて使うっていうのが一番いいのかなと思いました。まあそれであればですね、長い間使えるのかなということで、今回はねこの中にライトを入れてみようと思います。ただライトを入れるだけでは面白くないので、これをねアンドンに改造していきたいなと思います。まあ、この中に入れるライトなんですけども、この中がですね、7.3 センチ4センチって考えた方がいいので、まあ、7.3 センチぐらいとしましょうか。まあ、7.3 センチのね四角形のランタンがあれば一番いいんですけど、まあ、それはね都合よくいかなかったので、今回はねこういったものを用意してみました。まあ、これはね中国製の LED ライトなんですが、こういったリモコンがついてるので、こういうリモコン操作ができるからいいんじゃないかなということで、これを選んでます。まあ大きさもねちょっと微妙だけど、大きさが確か6センチだったかな、6センチなのでちょっとね微妙なサイズではあるんですが、まあ、ちょっとこれでねやってみたいなと思います。今回用意したのはですね 900×5mm×5mm の、四角い棒です。細長い棒で、まあね方法としてはいろいろあると思うんですが、まあ、こういう感じでね木をつけていくパターン、内側にですね内側に木をつけていくパターンというのも考えられるんですけども、これをねわかるでしょうか、ここがなんていうのかな、交差してるので多分ねここにピタッとね乗せられると思うんですよね。ここに乗せて反対側も同じように乗せてこう乗せてみたいな感じでやっていけば多分ねできそうな気がするんですよね。できそうな気がするので、これでいってみますかね。で今回はですねここの下の部分とここの上の部分ですね、これを隠したいなと思います。隠したいのでこういう感じに乗るって思ったらいいのかな、こういう感じに木を乗せようと思います。ここからこの端っこまでですね長さを測ってみると9センチあります。正しくは 8.9 ミリとかなんですが、まあ、9センチとして、9センチとあと使う木が、600×9×24mm という木なんですが、この幅が24ミリあります。なので、24ミリが乗っかる、24ミリが乗っかるという感じで 13.5 ミリが4本、もうちょっと長くてもいいかも、 13.6 ミリ7ミリでもいいかもしれないんですが、とりあえず 13.5 ミリで削り出してます。でこれでね木を組んでいきたいとこなんですが、このままだとねちょっと微妙です。なんて言うんだろう、なんか格好がつかないですよね。なのでねここにアンドンということで障子紙を貼ってみようかなと思います。こんな感じですね、こんな感じに仕上がる予定なんですけども、これ2つ目のやつなんですが、こういうふうに障子紙をね当ててやれば、まあ、こんな感じでねまんべんなく光が当たるのかなと思いまして、障子紙をねちょっと貼っていきたいなと思います。はい、それでは障子紙を貼り終わったので一回ライトをつけてみます。どうでしょうね、なんか光がうまいこと分散してるのがわかるかな。最初はねちょっと明かりがきつかったんですが、ちょっと柔らかい光になってます。
さあ一応ねこんな感じで障子紙貼り終えたので、今度はね木を組んでいきます。まあ、ひとまずはねこんな感じで、とりあえずこの木組みをね作っていきたいなと思います。